どうして今さら現実の防御なんて修行すんだってばよ。すげえ。お前は、お前は一体何なんだ。おだちだ。俺は弱い。だから、だから。奴はシャリンガンを持っとるぞ。当然サスケは現実を身につけてくるだろう。その対処方法も知らずして、どうやって連れ戻すつもりだ。敵に自分の体内のチャクラをコントロールされるのが現実だ。そんなことできるかな。お前はすでに経験済みのはずだがの。チャクラを放出して手のひらで乱回転させただろうが。はあ、あれか。うん、ならば早速実践訓練といくか。ね、口寄せの術。あら、ジラちゃん、おひっさん。ジラちゃんと私の中で苦しいってばよ。ナルトだ。かあ、なんだこいつ。よろしくね、ナルトちゃん。こいつに現実破りの修行をつけてやってほしいんだがの。ナルト、ほら、お前からもお願いせんか。ほら、かわいい。優しくするわね。ここは一体どこなんだ。逃さないわよ。さっさと現実を解いて、体内でチャクラを乱回転させるんだっけ。あら、体内のチャクラを乱せと言っておろうが。このバカ者が。はい。あれ、何があったんだってばよ。お前は現実世界でチャクラを乱そうとして。ナルトちゃんとは相性悪いみたいね。もう一度だ。体内で何回転。どうしても放出してしまうか。